令和2年だっけ、はい、令和2年、なんか角度が悪いなこれ。令和2年、1月20、今日何日のぶちゃん、27です。1月27が午前でございました。こうすればいいか。あ、こうすればちょっといいや。こテレビ痛む、これ読めるこれ。読めますか、信時さん。はい、何文武両道。ほう、まあ、達也くんだけまだ未体験。未体験です。もう1年半経つ。1年以上経つ。どこらい経つ。それぐらいかな。早く骨董の先生見つけて骨董の先生見つけて言ってほしいんですがね、はい、シュラと教えてございます。うちはですね、これ文武両道もうなずな、まあ、何年から前から行けとは言っておりますが、のぶちゃんこれもう一回言って、はい、何文武両道、文武両道の話をします。これ意味わかりますか。どういう意味で解釈してる、金ちゃん、意味どういう意味ですか。例えばスポーツもしてうん、部活もして勉強もするみたいな、ね、部活もしてったって学生ので、言うと学生で言うと、はい、うん、なんか中学年か。達也くんはどう、頭もいいし強い頭じゃあ、いや、一人ずつじゃ聞いて、面白い解釈だね。部活で言うと、あ、学生で言うとか、あ、いいよ、え、学生で言うと、学生だと、生徒な、何、部活もやって、勉強する、部活も、え、どっちかだけじゃダメなの、どっちかだけやったら文部省になるでしょ、そう、だって例えばソロバン部だったら、ソロバン部に入って算数やってるあれじゃないの、ああ、だから部活もやって運動勉強もやる、うん、まあいいや、そうそうな、あれ勉強の勉どうしたっけ、力、俺ほら勉強しねえからわかんねえんだよ、はい、勉強もする、はい、達也君は、はい、なんだっけ、頭も良くて学があって強い学があってかっこいいこと言ってるよ、なんか学ないだろう、大丈夫か、まあ、学があって強い、はい、じゃあのぶちゃん、はい、なんかどういうイメージですか。知力だけでも武力だけでもダメですよっていうダメですよ、だから片方だけじゃあかんから、両方揃ってやちょバランスが取れるよっていう、知力だから文学というかあって、はい、武力、まあ、運動武力かな何細かいで武力もある。なんかわかる。これ小学生に説明してわかるか。ああ、だからある。運動も勉強も両方できてないとダメですよ。勉強も何？運動も勉強も。あ、運動と勉強になっちゃった今度は。はい、いや小学生って言ったら運動しなきゃいけないの。だから勉強だけできてもあかんし。勉強だけできちゃいけないの？っていう。おお、すごい偏ってますね考え方。運動だけできればいいよ、オリンピック選手そんな筋肉バカばっかじゃないの運動部の高校野球行くような、あれ甲子園行くような連中勉強してんの、俺のイメージだと野球しかしてないイメージだけど運動とか勉強に置き換えてんの、じゃあまあこういう時代なのでググってみましょう、はい、携帯で、あ、のぶちゃん携帯ないのかのぶちゃん携帯ないけど、なんか文武両道ちょっとググってみましょう、文武両道イメージでしか捉えてないか、でも部活に例えるかな今、でも部活じゃな、部活にしか例えないでしょ、まあ身近に考えたらどう、どんな解釈ですか、見つかった人からでいいよ、文武両道とは、とは文治と武治
文字の字はどういう字こと、あの文章の文に事件の字ですね。おーおーことやな、こと、うん、文字と武字、武字、はい、学芸と武芸、はい、その両道に努め優れていることを指す語。あ、文ごとと、ほう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 、武ごと、武ごと、学芸と武芸、はい、まあ文字と武芸、武字、まあまたはそれ、あ、まあ学芸、芸ですか、芸でした、学芸と武芸、うん、まあいい、はい、その両道に努め優れていること、おお、なるほど、のの両道に努め優れていることでしょ、うん、求道的な評価にも用いられること語である。もう一回何、求道的な評価にも用いれ、求道的って何、あの求める道ですね、ああ、こっちね、変わって現代では勉学と運動の両面に優れた人物に対しても用いられる、はい、領土なんだっけ、これは辞書かなんか、ウィキペディアス、うん、武芸、学芸、武芸の領土を何、領土に勤め優れていることを指すことは、に勤めるってどうしたっけ、努力の道です、こうか、女の股に力を入れる、勤め、何、優れていることを指す、お、優れているは優しい、優しいです、優れていること、はい、金ちゃんなんか他のなんか見てどう、似たような感じ、そういう感じですね、他のなんか説明ない、そのウィキ以外でなんか辞書とかさ、一緒だけど、うん、そうね、だから、まあ、今あの本当に 大前提としてあの間違えてもらっちゃ困るのは、あの部活とか、勉強に例えるなんてもうあの愚の骨頂なので、あのここはお控え願いたいなと、こんなのとね、部活なんてのはあの子供の遊びなので、わかる、勉強とかね、 こんなだからあの学校で例えるっていうのはもう話にならないぐらい低次元な話なので、あのそれはさておきますが、だから道なんだよ、であのだから僕があなたが一生懸命、まあ、あのまあ頭の片隅に置いときゃいいけど道なんだよ、だから今 どっか書いてあったのこれか、だからこの領土ね、だから学道武道、学問の道だよ、学問の道であり武芸の道であり武道、それの両道に努めなさいって言ってる、励めと言ってる、でかつ、まあ、ウィキペディアで言うと優れている様であって、優れてなきゃダメなんだって、これがだから、戦後ですね、現代社会において著しく欠如している日本人が、だから欧米的な考え方をすると勝負事としたらね、勝てばいいの、彼らは勝っちゃいいのよ、勝ち方に興味もないので勝っちゃいいだろうって、そういう風な洗脳を今の日本人の若い子らもそんな状況でしょ、勝てばいいと思ってない、勝ちゃいいんだよ、勝ち方なんかどうでもいいやって、どう勝つかとか、だから、下品になったね、今もだから相撲は横綱は勝って当たり前なので、横綱が、まあ、横綱じゃなくても、まあまあ、力士は例えばだけど相撲見ててガッツポーズをするのはモンゴル人だけなんだよ、日本人はしないの、しちゃいけないので、横綱は特に勝って当たり前だから倒しておいて手を差し伸べて起こしてあげるんだよ、だから胸を貸すんだよ、よし来いと、勝って当たり前、強くて当たり前だから横綱はね、
だからまあ横綱っていうのはこうまあこう綱を張るわけじゃん。これ締め縄だよ神社の。この綱張ってんのなんかイメージ湧く？こう横綱ってあの締め縄なんだよ。まさに締め縄ね。で見てわかる通り神社は4本のしでって言ってこの紙がここにこうひら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 って紙が4本あるでしょ。紙棚のはで横綱は生きてるのであれは生きてないから横綱は生きた神様なので5本なの。この横綱の締め縄見てみたらしでが5本あります。5なんです。この生命の世界では5なの。だから横綱が力士で土俵入りするときはだ横綱はだからつまりもう神様だったよ相撲業界でいうと。だからもう別格な横綱って別格な。だから一度横綱になったら成績悪くなって大関に陥落がないんだよ。もう引退するか勝ち続けるかの二択なの横綱って。もうあこれ、ま、もう、ま、負け始めてもう俺無理だと思ったらやめちゃうしかない。大関まで行った人は次の成績で、あ次はこうなんだっけその人の関脇とか十両陥落って落ちれるんだよ。でもう一回頑張れるけど、いっぺん横綱までドーンと上がってしまったらもう神様なので、その絶対的な振る舞いであるとか人格を求められてってのはしょうがない。もう横綱っていうのはこういう域の人なんですよ。生きた神社が動いてるわけだから、やっぱみんな俺もそうだけど力士にペンペンペチペチされたからなんか演技を一回見たよなあれ。どっかの神社でさ力士行ったの覚えてる？あれどこだっけ、出雲大社だったっけかな、なんかで偶然行ってさ力士いっぱい行ってな、なんか奉納やってたんですよ。きっちゃんといただけどね、あれおーって知ってる力士来てちょっとペタペタしてきたけどさ人混みの中で、まあ生き神様ね、だからまあそういうのがあるんだけど、あのね今の日本を見てもらってば分かると思うけど、こう文武両道ってなくない、であの昔の日本人はこれ当たり前なので、だから女子だったらまあ会津が有名ですが、あの女子も戦ったんだよ攻められれば最後さあ薙刀って今も一部の人たちやってくれてるけど、薙刀って分かる？こう槍みたいな先っちょに刀のついてて、あれで女子がえいやーってやって、今もあるよ一応一部のあの育ちのいい女子はやってるので、薙刀もしくは弓道ね。弓はもう男も女もそういう意味で、まあ女子の方が威力はないけど、でもまあ女子でも弓道は現場戦場ではものすごい役に立つし、力のない女性にとっては弓矢が一番効率的な武器だから、まあ飛距離は男子より劣るけどね、あの弓の強さがあんまり引けないけど、弓道もやっぱ女子やるよね。だからあの女性でも、薙刀武道をやったりとか、弓道っていうのはもうたしなみです、あ体育系だとね、武道系だとね、あとはだから茶道お茶道華道とかって花茶道華道とか女子でもやりますけれども、だからこの文武両道っていうのが今非常に忘れ去られててね、まあ、極端かな、もう勝ちゃいいのアホみたいな、だからあの変な今度あるけどオリンピックみたいなスポーツ見てみんな楽しむけど、もう勝ちゃいいじゃんっていう、なんかただ下品なかけっことか、あんなの見てなんか楽しい人がなんかこうあれ楽しいと思う、あれ 100m さ 100m ただ走るだけで勝ったーとか言って、俺あれ見て喜んでして何が楽しいのか全く理解できないんだけど、それがどうしたのっていう、かけっこ早かったねよかったねって終わりなんだけど、なんかスーパースターの扱いでしょ、すごいのよ、走ってたたた棒でピョーンと越えたーって、なんかそんなのどこで使うのみたいな、なんか泥棒でもするのかあんたみたいなね、昔で言ったら忍者がこうお堀をこう飛び越えて城に潜入するぐらいのイメージしかないんだけど、なんかあ見て楽しむもんなのかなっていうね。マラソンなんか俺最たるものですごく申し訳ないけど、あれ見ててなんか楽しいの42.195km 走ってる走ってる、それ見ててなんかキャーとかやってテレビ中継して喜んだけど、このこと俺なんかやってる人は好きで走ってるからいいけど、あ見て楽しめる、あお正月必ずあるじゃん、ガキの頃から謎で、あこれ見ててなんか楽しいのかなって非常に謎なんですが、だから
なんつうかな、スポーツっていうもうカタカナになっちゃったと思うんだよね。まあ、スポーツはもう勝ちゃいいやんか。勝ち負けの祭典になってしまったので、オリンピックも含めて。だからもう平等じゃないんだよね、とにかく。だからあのあんたたちにも武道なんかやりなって、それなんかは自分が興味持ったやつやりゃいいんだよね。嫌いなのやってもしょうがないので、なんかやりなって言ったのは この精神ね。文武両道っていうものが今著しく欠落してるからね。まあ一言で言ったら人間として未熟な人ばっかりだから喧嘩もするので、今は非常にね、僕の感覚からするとね、頭でっかちになりましたね。武を忘れちゃったので、こっちばっかが中心かな今。非常にこっちで頭でっかちな社会になってると思う。頭でっかち、なんか理屈が多くない？いちいち正論だとか論破だとかって。インターネットなんか特にそうでしょ。ど正論ですとか、なんか論破したったとか、なんか言いまかしたら勝ちみたいな。え、何言ってんのって話で、すごく頭でっかちな感覚だけに今重きが置かれてて、非常にね、バランスが悪いなと、非常に気持ち悪いなと思う。だから今社会全体がでね、小学校の時メガネかけて塾行って、学校の成績が良くていじめられてたようなやつが官僚やってんだよ。で、パン買ってこいって言われてるようなガキが、お前ら見てろよと、今俺たちはそうやって体がちっちゃくて根性なしだからいじめられてるけど、俺が社会に出て出世してお前らを見返してやるみたいな、ちょっと歪んだ感情で一生懸命勉強してる人もたくさんいたんだけど、こっちの人たちがね、今すごく社会の中で大きな大きな力を持っちゃってるので、ちょっと歪んでるね。で、先日その N 国のね、おっちゃんがね、一人そのエラペンとかいうやつのところのお店ができんですみたいな話になって、その理由がなんかなんだっけな、店の中で怒鳴ったとか、なんか手を掴まれてとか、なんかね、うんぬんかんぬんみたいな話をしてたんだけど、弱いんだよ。あんたもそう、なんか言ってたことあるけど、大声で怒鳴られたらすくんじゃん、怖いの。だからなんかちょっと怒鳴られて、いや怒鳴られるの苦手なんですよって。いやだから押すとしても負けてっから。だから武道を知らないので、頭でっかちでヘリクツこねて、なんか俺が正しいんだみたいなこと言って、正論だ俺が正しいんだなんてバカなこと一生懸命言ってるんだけど、そんなせね、でもどんな正論吐いてようが一発ぶん殴られて黙っちゃうようなのがどこが正論なんだって話。本当に正しい道を進もうと思ったら強いやつしか行けないんだよ。口だけだろって。だから弱い人が一生懸命、まあ通称メガネね、一生懸命頑張ってヒョロ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 してるやつが脳が汚れて頭でっかちでぐじ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 なんかこうでああでもねこうでもねって言ってるようなのが今増えた社会、実は。だから俺から言わせると、いや こんなやつ一発ぶん殴ったら黙るガキが何言ってんのって、それは正論にはならへんでって。文武両道なの。昔の人はだからちゃんと脳書きも垂れるけど、しっかり人と向き合えたんだよ。怒鳴る人怖いんです、苦手なんです、僕怒鳴る人暴力だと思うんですなんつってんだよ。お前ひよこかって、根性なし、意気地なし、もう小動物なんで怯えて草場に隠れて、あーライオン来た逃げろって、それがいえ俺が正しいんだよ、国が言えないからこうやってこうやってキャーって言ってんだよ。情け、非常に情けない。そんなもんで世の中変わると思ったら大間違いで。だから武道をしっかりしてないから人と向き合えないの、怖いんですよ。ビビってるやつが世の中で何物言えんのって話で、脳ガキばっか垂れてんじゃねえよって。だから人、世の中変えよう、人に物言おうとか、正しい道を自分が進もうと思ったら、おいどけってドンってやられても、どかないだけの軸が必要なんだよ。に
見えて遠くからウェー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 ってエッコイから来た遠くからワー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 って負け犬の遠吠えだっつうの。堂々と堂々とまっすぐあの、ま、自分の道歩こうと思ったら強さは絶対に必要で、特に男なら。だから文武両道ってなんで武道をたしなめと言ったら、その恐怖心を取り除くため、相手がどんな人であれきちんと向き合うってことは自分に強さがなきゃダメでしょ。腕力にが苦手だからって言って怠けてんのかって話で、で負け犬の遠吠えみたいにインターネットでバー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 録画して何やかんやってもう人の文句しか言わないだけど、ほすずるいやつなわけですよ。非常に情けない。だからちょっと人にゴチンってぶん殴られてビビッとおしっこちびって何も言えなくなるようなやつが正論を吐けるなんてバカな話はないからね。だから人ときちんと向き合うためには自分にやっぱ自信がなきゃダメなの。だから武道をやりなさいって、人を傷つけるためじゃないんだよ決して。武道は人を怪我させたり、大事なものを守る、その前にまず自分の身を守るためには武道がなきゃダメなので、アメリカっちゅう国はですよ、面白くて、彼らは拳銃社会だから、この武道で人と向き合うまでもなく、頭でっかちのチンジクリンナみたいなやつでもバンってやるし殺せたんだよ。だからああいう下品な国家になってった。で銃っていうのはもっと面白くて、人を殺したにしても感触がないんだよ。だから殺したという実感もないの。ところが日本の文化ってのは刀の文化だったので、切れば返り血は浴びるし血は出るし、感触がいつまでも残ってるから手を汚すと言ったんだよ。人を殺すこと、手を汚したって。だからやっぱりそれに対して後悔の念であるとか恥であるとか、るろうに剣心見てても分かるけど、やっぱ人斬りはまともな最後は負えない、あの頃でもそんな感覚は持ってたわけで、やっぱ人を斬ったら違うんだよ、感触があるからね、血も浴びるし。だからやっぱり日本人のその人と人を対峙するっていう時は真剣勝負で、本当に真剣だったからガチね。だから怖さなんかないんだよ人と対峙する。だから抜いたら終わりやねん、命のやり取りだから。だから人に文句を言う時も命がけなんだよ。文句だけ言って脳が鍛れて絶対にぶん殴られない、絶対にやられないっていう、で何か言ったら殴られまして捕まりまして傷害罪ですって警察駆け込んでんだろって。俺たちがガキの頃はぶん殴喧嘩しといて殴られて負けたやつが警察行くかって言ったらさらに笑われたよ。喧嘩しといて負けといて今度は警察かよって。情けねえよ、なら鼻から生きがってんじゃねえよガキが。今そんなね YouTube 見ててもね、生きがってるガキばっかり、頭でっかちな。ほんな俺が片腕でゴチンってやって黙るようなもんみたいなひよこがペラ犬みたいに吠えてんだよ。そんなやつの言うことが正論だなと思って、またインターネットのみたいなのが集まって、ひよわなひよこちゃん怯えた小動物たちが集まってるだけの話で、本物の男にならないと日本人として情けないよって。だから大体どっかで気づく、一流の人たちは、あやっぱりこの文だけじゃダメだなって、自分のじゃあ音楽だけだったら音楽だけでずっとそれだけかって言ったら、やっぱそんなことはないわけで、どっかで気づいて人と向き合うには強さが必要なんだって言ったら、自分の魂心身ともに鍛える。だからうちの教えがいつも言ってる、何の3つを整えろっつってるの、ちょっと一回止めて。だから今頭でっかちでね、人の悪口しか言わない、脳ガキばっか垂れてへりくつこねて、あれが好きだこれが嫌いだみたいなのが
武道の武道字も知らない人とちゃんと向き合うこともできねえやつがワン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 吠えてばっかりいるんだよ。今国会行っても多分その状況だと思う。だからよく昨日かおとついもなんかなんとか議員ヤジがどうたらこうたらとかで、マスコミの最たるもので自分たちは組織で個人を叩くからね。人となんか向き合いませんから彼らは。全員で遠くから矢のように追いかけるでしょ。テレビの番組だって誰が誰叩いてるかわからないけど、叩かれてるやつだけの顔と名前は出るんだよ。じゃあ叩いてるやつはそれと向き合ってるんですかって、その人とって。卑怯者ばっかり。卑怯者っていうのはそのちゃんと向き合ってちゃんと人と話しなさいやって。で YouTube という媒体を使って素人が負け犬の遠吠え繰り返して人を罵りバカにして、それを見て喜んでるバカがいっぱい集まるわけで、今 YouTube はだからもう本当に今愚者の楽園とかしてる。まともなチャンネルのほど人が集まらんと思ったのに、あれもまともじゃねえと、まともじゃねえチャンネルだからまともじゃねえやつが大量に集まるわけで、チャンネル登録者数何百万って偉いのかって、バカのとこにはバカが集まるんだよ。放送見たらすぐ分かる、中身見たら。まともなこと言ってるチャンネルなんかまともな再生数いかないもん。理解もできねえからな、興味もねえし。だからそれを本当発信する側がね、もうちょっとお利口になっていって、お利口な人たちを育てていかなきゃいけないんだけど、文武両道。最近剣道言ってる、大丈夫？ちょっと休んでるので。だからね、続けられないの、これが。で、時間がかかりますよって。だからその世界に行った時に、まあ、この間スライブで、あの合気道の先生チラッと出てたけど、まあ何しか達人がいるわけだよ、どの業界にも。こういうところから学ぶということ。だから結局何をしてもダメな人は何をしてもダメ。結局何してもうまくいく人はうまくいっちゃう。当たり前だよね、法則として。まともな人間だったら何やっとってまともなんだよ。だ、生き方おかしいよって、価値観おかしいよって。ちゃんと生きて真偽体を身につけて文武両道を目指してください。だからちゃんと行かなきゃダメ。だからこれがたった週に1回1時間、たった週に1回1時間でも、週に1回でも、これが1時間でも積み重なっていくから、コツ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 で、そこでまた人間関係が生まれて達人がと出会えるから、それいろんな話が聞けるわけで。だってじゃあここで武道何のためにやるんですかって言ったら、自分を鍛えるためだからね。精神と人と向き合う時の怖さをなくすという。大声が怖いんで僕苦手なんです、暴力なんですって剣道できるか。できないですね。ミーとか言われただけで、うーなんつってんだよ。そんなやつがしょんべんちびったやつが、俺が正しいんで、俺が理屈がどうたらこうたらなんつってんだよ。叩き切れって。今そんな雑魚みたいなのばっかり。おい、こっち来いって言われてコチンってやられて黙るようなガキが脳が鍛えるなって。それが今の社会だから。頭でっかち、すぐ暴力だ暴力だって言って、で学校の先生も体罰禁止だ、今親も体罰禁止だなんてぐちゃ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 言い出して、ろくでもねえガキばっかりになる。怖えのってビンタされて、この野郎ってならねえんだよ。だみてえなのばっか、根性も何もない。大声出す人僕苦手なんですって、そいつが何言ったって無駄だよ、アホ。今の社会はね、だからこういうところで音楽ね、だからだん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 みんな小粒になっていっちゃった。だ海外のアーティストは、まあ国の中見てやっぱちょっと生き方むちゃくちゃでしょ、パッと見たら。だけどまあこの間ラプソディ見たけど、生きる上でも価値観は統一してるやん。悩みがあり葛藤があり、でも何大事にしてるんですかって最後で。人と向き合う、喧嘩することなんか全く恐れてないでしょ。メンバー同士で喧嘩するでしょ。僕あれ見てて、ああ懐かしいなと思ったもん。
メンバーに遠慮して物を言えない、喧嘩もできないようなバンドは大きくならない。有名な話で、あのボーイさんってバンドがあって、氷室京介さんとかね、あのギタリストの布袋さんとかいたとこ、まあ、あたかしはまあリアルタイム知らんだろうけど、解散ライブが確か武道館かなんかでやって、解散ライブでライブ終わった後楽屋で喧嘩したからね。お前なんだあのドラムはとか、なんだあのベースはって、歌いにくいじゃねえかとか。そこで見てた関係者が、いやもう解散ライブなのになんでさっきの反省会やってんのって普通に考えたら解散ライブの最後の演奏なんかどうでもよくない？でも本人たちプロだから、次のライブねえけど、なんだお前さっきのあれは、出だしふざけんなよみたいな、歌いに行きじゃねえかよって本気で喧嘩したって。で音楽に対して真面目なんだよ。ほんで今日解散だからさっきのライブなんかどうでもいいやと思ってるでしょって普通の人は。だから同時には理解できないレベル、もうこだわり具合がプロ意識って全然違うの。だバンドもだんだん小粒になりましたって。メンバー同士で喧嘩しねえよ、もう何にも物言えない。でいい作品なんかなるわけがない。レベルの低いのが集まってレベルの低い音楽やってんならいつまでも。で結局これだから祭り上げてスターのように見せかけて誰かの客寄せパンダになってるだけで。でも大体まあ僕も最初の頃そうだけど、テレビに出てるバンドマンミュージシャンに憧れちゃったんだよ、騙されて。その嘘と虚像にまみれた音楽の実力とは何の関係もないエンターテインメントの世界で作り上げられた虚像を勝手に錯覚してすごいんだと思い込んで追っかけていくっていうね、バカだ。なんだこのエンターテインメントの世界。だからこれからは YouTube という媒体があるので、自分たちが自分たちのスタイルをしっかり発信できる時代だから、まず心技体、文武両道でちゃんとしておかないと、人として磨きましょうって、自分を日々研鑽ですよ。だからそれを忘れてなんか違うことに頭でっかちになろうとしたり、なんか技術だけ磨こうとしたりとかしても、音楽の世界でもどこでもそうだけど、プロにはなれない。もう一生誰かに雇われて1時間1000円で働いて死んでいけという話だ。だから何もできないんでしょって。何もできないんだから誰かから1時間1000円で時給もらって生き延びるしかないわけだよ。なんでですかって、何もできないからだよ。何もできないのはなんでですかって、何も身につけてこなかっただろって、ボサッとした10代送ってたんだろって。だから別にそんな国家資格である必要なんかないんだよ。まあ国家資格取ったら仕事しやすいけどな、なんとかの資格、なんとかし、なんとかし、なんとかしなんて言ってあるけどさ、まあ、それはそれでまあ生きていく術としてはいいんかもしんないけど、そんな誰かに与えられたような証明書なんかより、本当に自分で身につけた真偽対文武両道だったら本物だしょって。だから俺はこうやってものを教えるのに何の資格もいらないでしょって。でも音楽やってて新しい発見があるでしょ、作ってても。いくらやってもやり足りないはずなんだよ。それがだから時間やれって、がっつりやれやって、そんで身につけていくんだよ。でいろんなことやってみて、いろんなジャンルやってみて、ああこうか、ああこうか、ああこうかって。だから昔から言ってるけど、僕の知らない領域に連れてってほしいの。僕が辿ったことのある道を来るんじゃなくて、俺もそこ行ったことねえなってそれがバンドを組んで活動するとかそういうことなんだよ。こんなことやってみよう、あんなことやってみよう、そんなことやってみよう、いや俺それやったことない、たまにやったことねえな、うわやったことねえなって言ったら、次に俺が出てくるのはワクワクするななんだけど、普通の人はビビるらしいね。そんなことやってどうなんの、成功すんの、結果どうなんだって。そんなもの分からねえから面白いんじゃねえかって。でやってみた結果だよ。今まあまた最近僕はいろいろ自分の行動で見せてるけど、半年後わからないよね、俺どこにいて何してるか、誰と喋ってるか。そういうわけで磨いてください自分。よろしいですか、はい、うん、頑張りましょう。そういうわけでさよなら。